はい、ありがとうございます。先ほどは田中さんの国際協力に興味を持ったきっかけっていうところから、JICA海外協力隊前何をしてたのかっていうところをお話をお伺いしたんですけど、ちょっとここからは JICA海外協力隊何してたのかっていうところのお話をお伺いできればなと思ってます。はい、まず最初になんですけど、もともとファンドレイザーとして働いてたりだとか、営業で働かれてたじゃないですか。そこから JICA海外協力隊に参加したきっかけっていうところって何かあったんですか？もともともう新卒の段階で大学院の先生に行った方がいいよって言われた時から、まあ協力隊に行こうっていうものがあって、現場に行くなら JICA海外協力隊だろうっていうのは大学時代もそういう風に教えてもらってたので、これ行きたいなと思ってたので、そこですかね。やっぱりその感覚的に、僕がそのスタディーツアーも行ったのもそうですけど、現場に行かないとわからないと。だからそれの一番初めが JICA海外協力隊だろうっていう、そういうことですね。じゃあそれがきっかけで、もともと最初に行こうと思ってて、受けられたと思うんですけど、実際国とか職種っていうのはどういう選択をされてらっしゃったんですか？国はやっぱりアフリカのどっかに行きたいなっていうのがあったので、アフリカ地域に絞ろうっていう。でやっぱ英語ができないんで、東の方の英語圏は無理だなと思って西だっていうので選択をしてたっていうのと、職種は今確か職種バラバラで選べるんですけど、僕らの時代は職種って1個しか選べないっていうのがあって、それまで営業経験だったし、学部もそういう国際系の学部だったんで、スキルがあるわけではないっていう。そうなると基本コミュニティ開発か青少年活動かなっていう風になって、教員免許を持ってたわけでもないので、じゃあコミュニティ開発にしようっていう感じでしたね。そういうことなんですね。ちなみにコミュニティ開発ってざっくり言うとどういう職種になるんですかね？かなり幅広いですね。コミュニティ開発の中でも観光をやる人もいれば、介護やる人がいるんですよ。でなんで本当にそのコミュニティを良くするっていうもので、一つ一つの要請ごとに見ていかないと結構バラバラだったりするんですね。僕の場合は野菜栽培隊員っていうコントセットの、それを売るとか販売するとかっていう感じの、そういうペア合わせのものの要請でしたね。なるほど。じゃあ実際英語があまりできなくても大丈夫な西を選んで、職種もコミュニティ開発っていうところでやったと。実際どこの国に行かれてたんですか？セネガル共和国っていう。なるほど。じゃあ実際セネガル行かれるじゃないですか、セネガルでコミュニティ開発ってどういう要請内容で行かれるんでしたっけ？僕の要請内容は村の首都から460キロなんで、日本でいうともう東京から琵琶湖ぐらい全然違うみたいな場所で、基本的にそこの村の役場みたいなところに所属していて、そこが管轄してる村の女性グループがいっぱいあるんですね。村にこう女性グループっていうのを組織されていて、そこに野菜栽培隊員も野菜を育てることを教える。で僕もそこの生活工場と言われたんで、もう漠然だなと思いました結局だから物を売ったりとか、何でもいいんですよ、結局何でも屋さんっていうのがコミュニティ開発なんで、そんな感じの要請でしたね。そうなんですね。じゃあ実際もう一名協力隊の方がいらっしゃって、その方が野菜栽培みたいな形 で、専門的に野菜とかの技術指導も、技術指導ですね、そっちをやって、そこを市場に持っていくようなところとか、そういうもう少し上流層のところを田中さんがされてらっしゃったって感じですね。そうですね。結局それもバラバラで、僕もその野菜栽培の活動を見てて、おこうやってやんだみたいなの見てて、僕は僕でやってたみたいな。あ、そういうことですね、技術普及を一緒にやってたみたいな感じなんですかね。そうですね。僕はくっついて横で見てたみたいなこんなことやんだねみたいなそんな感じで仲良くやってはいましたけど実際あの生活環境もちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど、電気とか水道とかってありました？そうですね、ありました、ありました。電気水道ももちろんありましたし、比較的優遇されてるような。あ、そうですね。結構アフリカの中ではセネガルは水道も自分の敷地内にありますし、まあもちろん計画断水とか計画停電はありますけど、それなりに設備は整ってるかなと。すごい、全然生活的にはあんまり変わらない感じだったんですね。そうですね。まあでもまあ外出ら何にもない。まあもちろんそうです。僕が前言ったルワンダって国とセネガルはアフリカの中でもインターネット環境もめちゃめちゃ良くて。そうなんですね。まあ僕が行った当初はまだまだでしたけど、もう村でも全然 YouTube 見れたりとか。そうなんですね。もうそれぐらいのレベルで、じゃあもう全然ネットも通じるんですね。あ、もうネットも通じますかね。そうなんで、実際そこで生活とかお仕事とかもされてみて、自分の前職で生きた経験とかってあります？営業としてなんか開拓するみたいな、とりあえず行ってみようみたいな精神的なものは役立ってるかなと思ったんですけど、もともと僕は実家が商売をやってたので、精肉店を勤めてたので。あ、そうなんですね。どっちかというとそっちの方が生きたかなっていう。その何か物を作って加工して売るとか、付加価値をかけてお金をもらうとか、そういう発想の方のがやっぱ生きたかなって。結局協力隊ってその社会に出てからの経験じゃなくて、そういう今まで生きてる中の経験で結構補えると言いますか、日本で教育を受けてるっていうのがどれだけすごいかっていうのも分かるっていう。もうおっしゃる通りですね。自分が働いてたからそれを使うだけではなくて、自分のバックグラウンドも全てを含めて、もう全部含めて還元するっていうところですね。そう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 。実際じゃあその精肉店がバックグラウンドとしてあって、何か加工食品とかそういったところをされてらっしゃったんですか、活動で？そうですね。結局最初1年目はいろいろ市場調査とかをしながら、じゃあ何がいいかなと思った時に、マンゴーがいっぱいセネガルで取れるんですけど、こんぐらいのバケツ1杯めちゃめちゃ入ってて、でも100円とか。安っ。マンゴー、こ
っちで買ったらめちゃくちゃ高いですよね。そうこれ1個だ5000円ぐらいするんだぜみたいな話をしてたんですけど冷蔵庫もないので、はい、どんどん腐ってくるんですよ、うん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 、でも最後の方なんてこのバケツすらただみたいな扱いになっててあげるよみたいなもったいないなと。で結局何かジバーでやるものないかなと思った時にオクラとかは乾燥させて保存食として残してた部分があるんですよ、はいはい、オクラを乾燥させるんですか。オクラを乾燥させるんです。なんか輪切りにして面白い。そうなんですよ。でもそれもやっぱシーズンでしか取れないので基本的には、うん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 、じゃあマンゴーもじゃあそうやってやればいいんじゃないっていうので、はいはいはい、ドライマンゴーですよね、まあ、普通にいわゆるドライフルーツの加工で、じゃあそれでやってみてビタミン C っていうのは分かってたんですよ、うんうんうん、みんなで結構遊牧民がそこら辺いっぱいいたんですよ、うんうん、僕の地域っていうのは遊牧民の方が多いっていう、はいはいはい、遊牧民の人たちは結構お金を実は持ってて。あそうなんですね、はい、それはなんか先輩単位とかが調査してくれててそういうのを知ってた、うんうんうん、遊牧民の人たちは結構薬局でビタミン剤買うんですよ。まあそうなんだ。そう取れないからって、まさかのそこはちゃんと考えてるんです。ビタミン取れないからビタミン取らないとまずいと、ビタミン剤を買おうって、うん、これ結構街の人は買わないんですよ、うん、買わないぐらい高いんですよ。あじゃあこれに需要があるんじゃないかと思ってフルーツとかをない時期でも食べれるようにしようっていうので、うんうんうん、ドライマンゴーをやってみようっていうので最終的にはそこに落ち着きました。なるほど、相当ロジカルで論理的ですね。まあ今だからまあロジカル的に言ってるんですけど当時はもう行き当たりばったりだったと思います。じゃあ実際ドライフルーツみたいなところで加工したわけじゃないですか、うん、うまくいきました最初とか。加工自体はなんか自分の庭で一回やってみたんでできたなと思ったんですけど、うん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 、あんまりガミガミ言うのも嫌だったんで、はい、お金をこう稼ぐとかやるメリットとかをあんまり説明しなかったんで、はい、そこら辺が難しくて、例えばなんか買ってきてもらうんですね一応、はい、100円のバケツ買ってきてもらって作ってもらうよっていう、はい、ただパッケージでは受けてくるんですけど、はい、30パッケージできたよって言われて、はい、村に行ったら10パッケージしかないんです、はい、なんで20パックどこ行ったの。そう20パックどこ行ったんだよって聞いたら食べちゃったっていやいやそれ意味ねえやんっていう話で食べちゃったじゃねえよって、なんでわざわざ加工して食べてんだよお前みたいな。だったら生で食べればいいわけですよ、ね、美味しいんですか。 そうだよ、ね、それはそれで美味しいんで、うん、別に加工する必要はないんですよ。まあそれはそれでいいかなと。ちなみにその時って100円で買ってきますよね、うんうん、はい、ドライフルーツはどれぐらいで1パック売ってたとかって覚えてます。一口パッケージみたいな感じで1食分みたいな感じにして20円にして売るっていう、はい、そういうことですね。のをやりましたね。じゃあ5パック売れば元は取れると。そう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 、ありがとうございます。非常に面白いですね、うん、実際2年間セネガルにいらっしゃるじゃないですか、うん、田中さんが一番印象に残ったことって覚えてます。まあいい面と大変な面みたいなのがあって、うん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 、やっぱいい面っていうのはあんま困ってないんですよね正直、はい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 、協力隊行ってる現場の人たちそんなに困ってないですよ、ね、で逆にこういう生活って大事だなってすごく思えたというか、うんうん、僕らはちょうど生まれて物も溢れてる日本のところで、うん、逆に閉塞感みたいなところがすごくあったんですけど、で逆に村行ったら本当何にもないんですよ。僕の町はまだありましたけど村行ったらもう電気も何にもないんで、はい、でも幸せそうなんですよ。日々楽しそうだなと思って、うんうん、あのこういうの大事だなと思って、やっぱ俯瞰して日本見れたっていうのはすごく印象的だったっていう、なんかこのシーンがっていうよりかもこれは2年通してって感じですよね、うんうんうん、で大変だったなと思ったのはやっぱり全部の人を救いきれないっていうところがもどかしさはあるかなっていうところがありますね、はい、まあ、やっぱり2年間で見れる範囲って決められてますからね。そうなんですよね。かつ限定的なんで、うん、難しいですよねそこはね。そうですね。僕ももともと協力隊は2年間のうちでなんかできると思ったら言ってないので、うんうんうん、じゃここ経験して次何やろうかなっていう感覚値で言ってたので、うんうんはい、それはもう仕方ないとまで切って言ってましたけど。なるほど、ありがとうございます、うん、じゃあ実際その2年間通して田中さんにとってはその2年間すごく良かったですか。そうですね、すごく良かったです、うん、協力隊は本当に2年間行ってみて自分の価値にもなってますし、日本に戻ってきて、まあ、また会社員として普通に働くんですけど、はい、ふとした時に戻れる原点みたいなんですね、うん、本当はじゃあ何やりたかったのかなっていうと、はい、その2年間があるからこそこういうことやりたかったんだなって振り返られますし、うんはい、やっぱここがパワーになってもっと頑張ろうと思えるところがあるので、はい、それはすごく良かったですね。あ、そうなんですね、ありがとうございます、うん、じゃあちょっと帰国した後のキャリアっていうところもお聞きしていきたいなっていうふうに考えてるんですけど、うんうん、その後どういうキャリアを進もうというふうに考えられてたんですか。これもあるあるだと思うんですけど、やっぱ国際協力やってる人っていうのは基本的に現場に行きたいと思ってるんですよ、はい、まあ協力隊を経てもそうなんですけど一番面白いんで、はい、一緒に何かを作っていったりとかその一緒に成長していったりっていうのが面白いの で、はい、で僕も最初はその現場行きたいと思っててフランス語圏に行ったので、あフランス語圏人材っていないなっていうのが分かったんです、うんうんうん、やっぱり西アフリカはほとんどフランス語圏なんで、はい、ただいないんですよやっぱなかなかフランス語喋れる人って。あここだったらまだ僕も行けるかなと、もう英語の世界と戦うのは無理だなと思って英語ベラベラな人協力隊とか一緒に見たんで、はい、あ無理だなと思って、はい、こっからやるのきちいなと、うんうんうん、なんで西アフリカで行きたいなと思って最初は個人留学みたいなのもしようとしてて。あそうですね、そうそうです、どうにか現場に行きたいなっていうふうには思ってたんですけど、はい、それもちょっと紆余曲折してなんかあんまりうまくいかず、はい、最終的には前職であるメディアっていうところに落ち着いたっていうのが、はい、そうですね。なるほど、ありがとうございます。今までは JICA 海外協力隊で何をされていたのかっていうところをお話をお伺いしたんですけど、次回の動画では本題となる国際協力×メディアで働かれていた経験のお話をお伺いできればなというふうに考えております、はいはいはい、この動画が面白いなとか役に立ったという方がいればぜひともグッドボタンを
とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございます。